ワーグワーグワーグショー。いや、久々のインタビューシリーズでございます。マイティクラウン YouTube ということで、今回はもうインタビュー久しぶりだよ。マジっすか。まあ今ね、ただいま大阪のジュールに来ております。はい、マイティクラウンラディガンのプレイ前にジャワークスおばちゃんに来てもらいました。よろしくお願いします。突然の企画でヤマね、ありがとうございます。じゃあちょっとね、インタビュー久しぶりなんだけど、多分俺らの YouTube 見てたら、まあ大体半分ぐらいは多分おばちゃんのこと知ってると思うんだけど、はい、多分知らない人たちも、そうですね、そう、まあ知ってるけどどこまでどうなのかなっていうのも、まず簡単にも、じゃあまあ自己紹介とかあれっていうのもちょっともう全部こうそういうのをぶった切って、はい、じゃあこういう感じでいこうかな。サウンドやり始めて何年？サウンドやり始めて結構表舞台に立ってからやりだしたのは15年ぐらいなんですか、ね、15年。はい。おお、15年ね。え、ずっとジャーワークスだっけ最初から。まあ地元でも同級生。あ、地元どこなんだっけ。元々地元は兵庫県の関市、まあちょっとすげえローカルなとこなんですけど、まあ、中学の同級生とかからでやってとかでやったんですけども、もうサウンド本格的にやりたいなってなった時から、うん、ジャーワークスのサウンドシステム。それは何？もう20代？いや、18とかですね。18からもやってんの？はい。でも、こう、ボックスボーイっていうか、うん、で、もうレコード、ボックス運んで、スピーカー運んでっていうのが、なるほど。ずっと長くて、うん、で、こう、ジャーワークスの、まず MC とか始めて、それが大体21、2ぐらい。ああ、そのぐらいからっすね。やり始めたら。はい。で、その時にじゃやり始めたきっかけっていうかさ、誰に影響を受けた？これをすげえいろんな人に聞くんだけど、みんな違うから答えが面白くて。それサウンドマンになりたいと思ったら、そうだね、うん。誰にってなくて。あ、ないんだ。はい、あ。それが、親父がレゲエ好きやって。ほう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 。で、中学生の時に、うん、その、自分でレゲエ、そのレコード彫ったりとか。中学になって、中学から、中1くらいからレコード屋さん行って、ね、もうお年玉で7インチ買うみたいな感じだったんですけど、全然早いよ、それ。で、中3の時に親父に、ジャマイカ連れてってくれって頼んで。親父に？親父に、うん。親父も行ったことないから、うん、行こう。行ってみたの？死ぬ前に行ってみたいよね。死ぬ前に行った。一緒に行ったんですよ。卒業式が、面白い。中3卒業式終わって、うん、高校入るまでに、うん、結構長い春休みみたいなのあるじゃないですか、うんうん、その時に初めてジャマイカ行って、その時別に何になりたいとかなかったんですけど、うん、で、ホテルフォーシーズンズ、うん、ホテル泊まってて、うん、キングストーン、うん、隣の部屋がたまたま日本人のサウンドマンの人らやって、うん、でそれ誰だったの？それが石川県のマーシャルアーツっていうサウンド、最近やっと繋がったんですけど、その人、まあお兄ちゃん、大学生の人らがサウンドクルーやってて、うんうんうん、で、明日ダブ取りに行くから、見に来るみたいな言われて、行きたいっすっつって、うん、アローズ行って、うんうん、誰かは覚えてないんですけど、うん、ダイレクトカッティング、うんうんうん、もうダブ取りやって、うんうん、アローズでダブブレードそのままバーってカットして、うん、で、これ2本持って帰ってかけるっていう。それ何年ぐらい？それ2001年です。2001年からそれやってたんだ。はい、あ。多分ギリギリ最後ぐらいです。次行った時も CD やったんで、高校卒業してた。なるほどね。だから、それを見て、なんか、めっちゃロマンあるなって思って、かっこいい純粋に、その、ジャマイカまで来て、自分たちのスペシャルを撮って、ダブプレートにして、うん、2本それを持って帰って、うん、ダンスでかけるっていう、そうなかなかすげえかっこいいなと思って、その時なんかこう、もう俺これになりたい。決まった、はい、その中3の時。そうですね、高校入る前に中ボール。もうそのまんま今行ってる感じです。なるほど。それなかなかあるな。そうなんです。で、実はそれまでマイティクラウンで名前知ってたんですけど、うん、見たことも聞いたこともなくて、結構その親父の影響が強かったせいか、ストーンラブのテープとかばっかり聞いてて、日本のレゲエが分かんなるほどね。多分全然日本のレゲエ盛り上がってた時代だったんですけど、まあインターネットもないし、知り合い友達もいないし、クラブも行ける年齢じゃないですか。
だから親父の持ってるカセットテープとかが唯一の情報源で、だから海外のそのストーンラブとかそういうジャロとかしか知らなくて、で2001年にそのモンティゴベイの空港着いてダウンタウンまで行く途中に、多分クラウンのジャマイカツアーのポスターがやってたかな、2001年その前か、それその告知なんかもう終わった後だったか分かんないんですけど、そうだね、2001、2年からやり始めたと思う、ジャマイカでは結構ヘビーなんだ。で、そこでもう言ったら、着いたらもう日本の国旗のフライヤーがバコーン並んでて、やつらすっげえ貼るから、すげえプロモーションで、でマイティクラウンみたいなんで、なんとなく聞いたことはあったけど、やっぱリディムとか読んで、あれやったんですけど、それでめっちゃ一気に興味持って、なるほど。で、日本帰ってきて、それでマイティクラウンにハマるっていう。俺らの最初のダンスどこ行った？どのダンス行った？ダンスは、でも多分 I2I かな。I2I ですね、I2I で。大阪だ。マタラン多分来てて。だろうそれ、ワールドコネクションってイベントかな。そうしたらね、でなんかストーンラブとクラッシュするぞとか言って、なんか45クラッシュやったやったやった、それの前ぐらいやって、めっちゃ人パンパンで、あ覚えてるさ、うん、まあ、高校生やったんですけど、いや高校だ、はい、そっからまあいろんなつながり、地元の先輩とかなるほどに連れてダンス連れてってもらえるようになって、なるほど、あ、じゃあ日本のサウンドあんなもほんほんとほぼノーチェックみたいな。それまではもうほんまノーチェックやったんですね。へー、それもなんかまた珍しいとか。そう、多分珍しい。なんか今やったら情報はいっぱいあるから。まあね、確かに。すぐに触れる。え、ちなみに親父って何歳だ？親父は65です。おー。はい。ずっと今でもレゲエが好きな。まあたまに聞く。たまに聞くみたいな。はい、でまあグレゴリー・アイザックスとかデニス・ブラウンとか、そう、なるほど、その世代のココティとか、面白い、全然そう、なんか そ, うなんです、そこまでのあれは分かんない、それでクラウンの存在を逆にこ海外って知る俺らね、そういう感じなんだよね、結構うもう日本で誰こいつらっていうのがよくあるし、なんか生テレビでも出てないし、名前とかもあんま名前なんか聞いたことあるけど、うん、みたいな、海外行って知るっていうパターンの人のは多いね、俺らの場合はね。そうですね、そっからですね。なるほど。じゃあ、そう聞きたいんだけど、マイク。なんでラスターになったのか、興味を持ったのか。は、やっぱりこう、好きな曲とか、うん、好きなアーティストがシズラだったりとか、うん、ケーブルトンとか、まあ、ボンマーリンもしっかりなんですけど、うんうん、まあ、ジュニアバンクとか見てて、うんうん、まずやっぱこの人らのバイブレーション、うんうん、持ってる波動、出してる波動っていうのがどっから出てくるんやろうっていうのをまず興味持って、うん、なるほど、うん、それでがやっぱりこうラスタマン、うん、じゃあ今基本的に飯はさ、はい、肉は食わない、肉食わない、チキンも食わない、チキンも食わない、野菜と魚、うん、なるほど。じゃあラスターになってというか、だから何年ぐらい経ってる？もうほんそういう食生活含め、うん、いろんなこと含め、うん、でまあ10年なるほどねぐらい、10年以上にはなる、ね。だからさ、結構そのジャマイカ人からするとさ、はい、知らなかったらさ、はい、え、なんでラストやってんのって思われること多いと思うんだよね。はい。そう。そういう時、なんでって言われた時に何て答えるの？え、もう、君たちのカルチャーリスペクトしてるし、もっと知りたいってなったらこうなったって。なるほどね。なるほどね。いいですね。まあ同じようにさっきの質問みたいに、バイブレーションが欲しくて。なるほどね。うんうん、俺もね、一回結構そのラストには影響を受けた時期があって、はい、でもシスターとかケーブルとかあの辺そうだし、ブジュとかもそうだし、ブジュなんか初めて、ね、日本で95年ぐらいに会った時に、お前もラスターになれみたいなことすごい言われて、ずらしてると、いや、俺はならねえよっつって、うん、いや、リスペクトはしてるけどもちろんっつって、いや、お前もラスターなった方がいいみたいなこと言われて、いや、俺はなれないっつって、リスペクトしてるけどっつって、一回飯を真似してみようみたいな感じで、何ヶ月か試したことあったんだけど、その、2個食わない、うん、魚と、うん、本当魚と野菜だけみたいな、うん、
けど3、4ヶ月でダメだったな、俺。もう日本帰ってきて、もう肉がすげえ焼き肉したら、うめえと思っちゃって。だから本当相当ストイックの人じゃなきゃできないなって俺思ってて、うん、そういう意味ではさ。そっか。そうですね。で、海外ってどう？フィードバック。例えばクラッシュ出てさ、はい、絶対言われるじゃん。はい。Yo, Rasta, yo, Japanese Rasta, yo! って、これでいろいろこう言われると思うんだけど、はい、それはもうちゃんと考えてるわけよ、ちゃんと考えてるんですけど、まあでも、意外と、あんまりリスペクトしてくれる人のが多くて、なんか、一回だけなんですよね、クラッシュで。なるほど。そういうなんか、わけのわからんことを言われるのは。なるほどね。それもなんか、その、返す、もうここで落ちたら、うんうん、次返すことができないラウンドっていうか、その、あるよね。はい。もう次、中品中の手前の、みたいな、もうここでドロップしたら終わりです、みたいな、ラウンドで、の最後の最後に、なんかそういう曲かけられて。なるほどね。うわー、で、そこでもう、落ちて、もうその曲がファーをして、すげえ悔しかった俺。これ返したいのに、もう、ドロップしたから返せないっていうのは、ね、うん、なるほどね。じゃあこっから今年もでかいクラッシュがあるということで、はい、海外ででかいクラッシュのタイトルってまだ取ってないんだけど、タイトルはないっすね。でかいやつ、トロフィーというか、イタリアで、うん、タイマンで、サファライと、ああなるほどね、そうですね、あれはそうイタリアでやって、うんうん、それぐらいっすね。取りたいよな。取りたいっすね。絶対ビッグリーグでやっぱ取りたいっすね。そうだよな。名前のあるやっぱクラッシュで勝たないと、海外ってシビアじゃん。そうっすね。うん。でもそういう意味で分からしたいよね。それ、勝つことによって証明にはなるから。やっぱもっぱつちゃうんやなって。やっぱ注目された上で勝つとやっぱ余計に。そう。注目されて勝つっていうのが意外とハードルがあるんだよ、これが。そう。でもまあそれ、絶対できると思うし、まあ、それはあと自分次第になってきちゃうけど、やれないことはないと思うんだけど、じゃあちょっとね、いろいろ聞きたいんだけど、将来的にこっから、今15年やってきて、どこ見てどこ目指してんの？そうですね。俺はここに目指すっていうのはあるの、ビジョンっていうのはもう明確なビジョン。俺はここ行くからとか、こうするからとかっていうのはなんか、フューチャービジョンというか。明確なことは、まあ正直ないです、こんなやつになりたいっていうのはなくて、なるほどね、うん、まあ結構ずっと思ってるのは、うん、もうやっぱ自分の信じてるというか、うん、自分のこう広めたいものを広めたい、うんうん、なんかこう、うん、外野にこういうことをこうなんかあんまり自分のピンとこないことをやりたくないタイプなんで、なんかいくらそれがこうなんか綺麗事言ってるかもしれないですけど、うん、こうこれしたら売れるからお前やれとか、ピンとこうへんのやったらそれはやりたくない。なるほどね、うん、あんまりそう、うん、そうですねっつって、うん、あんまりでまあも多分できないタイプなんで、うん、なるほどね、それはこうもうそれをもっと広めたいっていうのもあるし、うん、あとやっぱローカライズさせたい、自分のこう、うんうん、信じてるレビューをもっとローカライズさせれるんじゃないかな、うん、日本の。なるほどね。思ってるんで、うん、俺からすると、はい、まあ、俺の勝手のな言ってほしいっていう方は、はい、やっぱその世界のシーン、はい、とローカライズ両方っていうか、うん、を多分もっと今のもうほんと冗談抜き10倍、はい、今の10倍ぐらい、うん、もう2倍とか3倍じゃなくて、うん、10倍言ってほしいっていうのは、うん、俺が勝手に思う。でしょ、関係ないけど、そういう意味では、うん。そうそう。っていうのは思うな。そこ目指してほしいっていうか、うん、まあ、でかいちっちゃいとかの人数って数字でもないと思うんだけど、うん、でもそこは絶対目指してほしい一つのポイントではあるかな。いやー、でもちょっと、そうだね。これから今年も海外のあれがあるということで、で、プラス、これらのクルーズも、ね、クルーズもあるし、うん、クルーズもまあ、まだ発表してないことがいっぱいあるから、内容とか何も発表してないし、なるほどです。そこでちょっと面白い発表がまた、多分まだみんな知らない、おばちゃんも知らないし、関係者も知らないしっていう。いや、ワクワクしたいから、俺も聞かんとこうって思っちゃう。そうだね、まだ言うのやめとこうかなみたいな。その発表しますっていうのを見て、
こっちもなんかちょっと、まあ、出演したいけど、ね、ワクワクしたいっていうのは。まあ、なんか何をやるかっていうのは、まあ、何も発表してないから、うん、そうそう、そういうのもちょっといろいろ発表してきたら面白いかなっていうのもあるし、うん、まあ、2023年、お互いにとって、うん、まあ、ビッグイヤーではあると思うので、はい、ね、もう、レゲエのパワーというか、ダンスホールのパワーというか、うん、ね、見せつけたい年でありますよ、皆さん。いや、まあ、イエーシャータンスパイシー。シャータンスパイシー、はい、ありがとうございます。もっといっぱい聞きたいことあるんだけど、この辺にしときましょうか。はい。イエー、今回は、マイリカの YouTube の久々の対談ということで、ジャワークス、ありがとうございました。おばちゃんです。いろいろと皆さん、フォローしてください。よろしく。Alright! Boom! Boom!